ちら北九 PR 部、ただいまの座標北緯33度52分、東経130度52分、九州の最北端に位置する福岡県北九州市。今週も北九 PR 部出動します。 OK、 北九 PR 部のタダミー、皆さんおはようございます。クロス FM、 ここからのお時間は北九 PR 部が1時間にわたってお送りする北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビでお楽しみください。北九 PR 部部長で番組ディレクターの鶴田弥生さんと一緒に企画や出演、 PR をしながら楽しく学び、北九州市の魅力を若者視点で発信する番組です。それでは今日の出演メンバーです。はい、2期生のエリリンです。はい、3期生のトヨちゃんです。4期生のリノです。5期生のジュリカです。はい、今日は学生1人、社会人3人でお届けします。はい、はい、今年に入って 2回目の北ナビの放送になりますが、はい、この番組は収録番組なので2024年に入って今回が初めての収録となります。はい、ですので先日番組の中では触れられていませんでしたが、年明けから能登半島地震、羽田空港航空機事故がありました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。そしてお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。そして私たちの町では1月3日午後3時過ぎ、 JR 小倉駅からも近い北九州市小倉北区魚町1丁目の飲食店などが密集する鳥町食堂街で火事が発生。鎮圧状態になるまで13時間ほどかかり、35店舗およそ2900平方メートルが焼失。怪我人の情報はありませんでしたが、おととし2度の旦過市場の火災以降、北九州市は防火活動の強化を進めてきた中、また私もですが、特にずっと北九州に住んでいる皆さんにとってはショックな出来事となりました。まさかっていう感じだったですよね。びっくり感じましたね。いや、私も地元の方に帰っていてこのニュースをニュースで知ったんですけど、うんうん、私が知るより親とか祖母とかから、うん、あんた大変なことなってるよって言われて、いやでニュースつけたらもう大変な状況になってたので、いやなんかすごくびっくりしたし、ここに地元出身ではないけど、うん、そんな私でも結構ショックな出来事でしたね。私もちょっと 2,3 日前にこの近くを通ったんですけど、はい、ちょっとなんかもう焼けたちょっとなんか独特、まあ、いろんなものが焼けたような、なんかちょっと独特な匂いがあって、あでもなんかあ本当に焼けてしまったんだっていう、なんかすごい見てショックでしたね。小倉北区の繁華街で昭和26年1951年に創立した日本最初のアーケード商店街、銀天街発祥の地魚町銀天街から東に伸びる70メートルほどの長さの路地に広がるエリアが鳥町食堂街です。歴史ある人気店の中華料理店やうなぎ店など木造の飲食店がおよそ30店舗ほどが集まり、開発の進む小倉駅の近くにありながらも昭和にタイムスリップしたかのようなレトロな雰囲気満点の食堂街は長年市民に親しまれてきました。うん、鳥町食堂街には焼きうどん発祥の店だるま堂もあり、1945年に創業し代々のれんが守られてきました。戦後の食糧難の時代に初代が入手しやすかった干しうどんを代用したのが焼きうどんの始まりとされています。2019年に2代目店主の坂田千代乃さんが82歳でお亡くなりになり、一旦閉店となりましたが、北九州の食文化を継承していきたいという思いで、まちづくり団体小倉焼きうどん研究所が経営を受け継ぎ復活オープンさせていました。そんな歴史があったんですね。そしてですね、ここでいただいたお便りを紹介させていただきます。はい、はい、劉はやぶささん、1月3日は献血に、ちょうど鳥町食堂街の火事にニアミスするというあんまり体験したくない出来事に、めっちゃ近いくですね。ですね。
まだ現場検証中なので難しい問題ですが、復興されたら食べに行って少しでも手助けしたいですね。いや無事で良かったですね。はい、続いて和子改め上品和子さんからです。年始1月3日の小倉鳥町食堂街の火災に心を痛めています。被害に遭われた方々にはお見舞い申し上げます。北九州名物の焼きうどん発祥のお店などの老舗も被害に遭われたとのこと。私は各店の復興を待ち続けています。私にも何かできることがないかと情報を収集中ですとのことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちもお伝えできる情報があったらしっかりとお伝えしていきたいと思っています。はい、はい、そんな鳥町食堂街は2022年度第8回北九州市都市景観賞の街並みデザイン奨励賞を受賞していました。受賞理由は街の雰囲気、文化的香りなど昭和の歴史や文化を五感で感じられる印象はもちろんのこと、街のにぎわい、人々の暮らしやなりわいによって形成された複数のものが合わさり、一つの歴史的価値ある街並み景観を生み出しているということでした。なんか北九州市民みんなから愛されてる場所ですよね。そういったその景色が失われるっていうのは本当言葉には表せない残念さがありますよね。なので今日は改めて私たちが住む町の中の大切にしたい景観風景についてお伝えしたいと思います。はい、はい、年末年始に届いたメッセージは番組後半でご紹介します。もちろん今日もご感想などお待ちしています。番組メールアドレスは kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp です。 SNS にコメントをするときはハッシュタグ北ナビをつけるのもお忘れなく。北ナビはカタカナです。それではこの番組で北九 PR 部と一緒に北九州の魅力をたっぷりと知ってもらって、北九州が大好きな人をどんどん増やしていきたいと思います。お送りするのはバックナンバーヒロイン。北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組北九 PR 部の北ナビ。エリディン、トヨちゃん、ジュリカ、私リノでお送りしています。今日のテーマは北九州風景街道でとっておきの風景を探してみよう。風景街道について詳しいお話を北九州市建設局道路計画課の中上理央さんに伺います。中上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、風景街道という名前を初めて聞きました、何のことを指していますか？はい、風景街道とは、はい、その地域ならではの風景や自然、歴史文化などの資源を生かして道路の魅力の再発見、再構築によって地域の活性化と訪れる人をもてなし、美しい道づくりを目指す取り組みとなっています。でこの取り組みはですね、平成17年度から国土交通省が全国で日本を風景街道として進めていまして、で現在ですね、全国で145ルート、九州で15ルートが登録されています。はい、毎年このルートっていうものは更新されていったりしてるんですか？いや、更新はしてはいってはないんですけれども、やっぱそれぞれのルートでこう魅力とかを PR していってるような状況になっています。なるほど。この九州の15ルートの中に北九州の風景街道もあると伺っております。はい、そうですね、北九州風景街道が対象とするルートは、北九州おもてなしのゆっくり街道として、日本風景街道に登録されています。江戸時代の街道の面影が残る小江ノ瀬、黒崎、小倉、大理を通る長崎入り街道や文字王館、はい、そして大正ロマン漂うですね、文字港レトロを中心にした延長およそ40キロのルートになっております。
でまたですね、風景街道の取り組みを推進するために平成19年に北九州風景街道推進協議会を設立して、現在ですね39の団体機関で構成されて、地域の方々と力を合わせて活動を行っています。北九州市のホームページ北九州風景街道についての説明を見るとルートマップもありました。北九州おもてなしのゆっくり街道内のスポットの説明と今と昔の写真が紹介されていて、すごく興味深いマップとなっております。そしてですね、沿線の施設と合わせておすすめ撮影スポットをピックアップされています。例えば小倉北区に架かる時矢橋は江戸時代に長崎が移動を含む小倉五街道の起点で終点でもありました。シーボルトの日本や当時の名所案内にも書かれている橋です。その時矢橋の今の写真と大正初期の様子が分かる写真が掲載されています。また八幡西区にある曲がりの松並木は江戸時代の長崎街道の名残で、当時の面影をとどめる唯一の600メートルほど続く松並木です。今ではイベントなども行われていますが、昭和30年頃の松並木の希少な写真が掲載されています。ウォーキングコースだったり、犬の散歩だったりもすごい良さそうですよね。これは私とトヨちゃんは北九州50キロ奥でも歩いたよね。あ、ここコースとして入ってるんですか。そう入ってて、なんか公園の一部みたいな感じで、で木陰にもなってて気持ちよかった。そうですね、本当に北九州風景ガイドはウォーキングとか散歩とかしてもすごいおすすめかなっていうふうに思いますし、で今ご紹介いただいた、ルートマップの他にもルート沿線で活動する団体の皆さんがおすすめスポットとかを満載に入れているゆっくり歩き帳っていうルートマップとかもあるんですけど、各エリアのフォトスポットとか豆知識とかがしっかり載ってて、とても好評をいただいているようなことになっております。面白いですね。それでは北九州おもてなしのゆっくり街道の見どころをご紹介いただきたいと思います。街道沿いのスポットは様々ありますが、宿場町、城下町、宿場館の史跡、旧跡、近代化産業遺産、自然、風景と区分けされていて分かりやすく整理されています。ではまず宿場町、城下町の見どころというとどんなところでしょうか。はい、北九州風景街道にはですね、小屋の瀬宿、黒崎宿、代理宿とさまざまな宿場町が存在していました。で中でもですね、黒崎宿は陸路海路の要衝で、九州西側の諸大名とか多くの旅人の方が利用したというふうに言われてます。で現在もですね、当時のにぎわいを残すようにですね、町の随所に由緒ある寺社とか趣漂う史跡を見ることができますので、ぜひ黒崎宿の方にも行かれてみてください。続いて近代化産業遺産に関する見どころについてはいかがですか。はい、明治時代から国際貿易港として栄えた門司港とか、大正期から貴重なレンガ建築物が残る代理とか、鉄の町と言われた北九州を象徴する東田とかですね、ルート上は近代化産業遺産の町を多く通っています。見どころはたくさんあるんですけど、個人的にはですね、代理にある赤レンガの建築物とか、すごく夕日が綺麗な代理海岸緑地っていう海沿いのスポットがあるんですけど、それはすごくおすすめなスポットとなってます。ちょっとこれ見てみたいな。すごく日中行っても海綺麗ですし、ぜひぜひ行かれてみてください。それでは話の続きは音楽の後にお届けします。山崎まさよしで One More Time, One More Chance。 こちら今手元に土木っていう情報誌があるんですけれども、まちづくりを再発見できる情報誌ということで、なんか北九州市のことがなんかすごい、これ見たらわかりますよね、なんか全部わかるんじゃないかっていうね。結
結構私あの街歩きをゼミが大学のゼミでやるんですけど、うん、あのゼミの活動の一環でこう修学旅行生に北九州市をこう案内する活動をやってるんですけど、うんうん、ちょっとこれすごい参考にさせていただきたいなと思いました確かにね、なんかさ旅行の雑誌とかって、はいはい、こういうスポットありますよみたいな、ここいいですよみたいなのから、これってなんかすごい豆知識みたいなのがすごい豊富に載ってるから読んでても面白いよね。そうですよね、うん、こちらの雑誌は、中上さんも関わっていらっしゃるんですか？そうですね、あの少し私の豆知識もあの掲載させていただいてるんですけど、はい、こちらはですね、あの市政60周年をまあ記念しまして、はい、まあ、こう北九州市内のこう土木施設を紹介する情報誌として、まちづくりを再発見できる、まあ、情報誌土木ということで、はい、まあ、北九州市を深掘りした175選というものをあの令和5年の12月27日から発売させていただいてるんですけれども、はい、はい、あの平成25年にもですね一度あの発売をさせていただいておりまして、はいはい、で今回約10年ぶりにですね、まあ、改訂をいたしまして、まあ、こう皆さん言われた通りこう歴史的とか、まあ、文化的な貴重な施設から、まあ、生活に身近なところの施設までこう幅広く市役所の土木技術者が紹介しているような形になっております。こうポップでカラフルなこうデザインとなっておりますので、はい、気軽にこう楽しめながら見れたりできるかなと思いますので、はい、これかなり人気のようなので、ちょっと気になって見たいなって思う方はお早めに書店に行って買うことをお勧めしたいと思います、はいはい、フルカラーなのですごく見やすいですね、うんうん、とてもおすすめです、はいはい、さて福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、エリリン、トヨちゃん、ジュリカ、私リノでお送りしています。今日のテーマは北九州風景街道でとっておきの風景を探してみよう。引き続き北九州市建設局道路計画課の中上さんに伺います。それでは北九州おもてなしのゆっくり街道の宿場館の史跡、旧跡に関する見どころについても教えてください。はい、街道沿線にはですね、こう歴史ある建物が今も多く残ってるんですけれども、はいはい、例えばこう代理にある、まあ、西勝寺ってお寺とかですね、はいはい、あの城山の山頂付近にまだ黒崎城の跡が今も残っております、はいはい、でまたあの小江の瀬にですね、こう立場茶屋伊調屋っていう施設があるんですけれども、はいはい、そこはですね、こう参勤交代のこう初代妙奈とかの、まあ、休憩場所にも利用されたっていうふうに言われております。で毎年2月頃に小屋の瀬ではですね、おひな祭りが開催されていますので、はいはい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。すごい。それでは最後に自然風景に関する見どころについてはいかがですか？そうですね、あの、まあ、時矢橋とかですね、小倉城とかももちろんなんですけど、小屋の瀬から小倉までのこうルート上にですね、あの北九州風景街道のプレートがこう道路に埋め込まれています、はいはいはい、で各区によってこうデザインとかが違うので、はい、あのこう、まあ、隠れミッキーじゃないですけど、まあ、そういうのをプレートを探しながらこうルートを歩くのもすごく楽しいんじゃないかなというふうに思います。なるほど。長崎街道と書かれたプレートの紹介のページがあるんですけども、うん、こういったプレートを探しながら歩いていくのも楽しいよなって思いました。うん、いやこれ知らなかったですよ、ね、このプレートあるなんて、うん、なかなか、歩くと気づかないところも多いんですけど、うん、はい、あのぜひ探しながら歩いていただけたらすごく、うん、絶対楽しいですね、うん、から、うん、いつもなんかこう地図で見て長崎街道って書いてあって、うん、はいはい、あここ長崎街道なんだって思って通るけど、スプレートはちょっとな、ちょっと探し出せたことがないから、ね、結構足元に注目して歩いてみるのありですよ ね、うん、すね、気をつけて歩いていただければと思います。見つからないようにですね。ここまでお話を聞いてきましたが、ますますゆっくりと歩いて回りたいなと思いました。はい、あの本当にゆっくり歩いていただくのがおすすめで、こうルート沿いとかの素敵なカフェとか、まあ、おしゃれなカフェとかでこう休憩しながら、まあ、ゆっくり歩くのがすごくいいかなというふうに思います。
でまた先ほどもご紹介させていただいて、今手元にも皆さんにお配りさせていただいたんですけど、はい、ゆっくり歩き帳っていうものを作成しておりまして、はい、中面のこうゆっくり歩きマップっていうところではですね、こうルート沿線のおすすめスポットとか、はい、フォト&スケッチコンテストのこう入賞作品のこう撮影スポットとかを紹介しておりまして、はい、表面ではこう門司港、大理、小倉、八幡、黒崎、小屋の瀬のこう6地区のおすすめ散歩道を紹介しております。うーん、ルート沿線で活動する団体さんがですね、おすすめするこうスポットとかも多く掲載されています。はい、はい、で一応ですね、配布とかは建設局の道路計画課とか、ルート沿線の区役所、またホームページでもご覧いただくことができますので、うんうん、ぜひそちらを手にですね、北九州市の風景、暮らし、人々にこうゆっくり触れていただければと思います。確かにこれ今ね、ゆっくり歩きマップを見てるんですけど、はい、これ1個あれば確かになんか北九州市の、うん、これね、見どころが全部詰まってるって、うん、詰まってますね、地図とともに、うん、書いてある、分かりやすく書いてあるんで、これ1枚あったらすごい楽しくこれで、うん、いけそう、なんかゆっくり歩きできそうだなと思いました。なかなかあれですよね、ガイドマップって美味しいお店とか、うん、なんかおしゃれなカフェとかの方が載ってること多いかなって思うんですけど、うんうん、こういうなんかこう歴史について詳しく載ってたりだとか、こういう風景が素敵だよって載ってるのって、うん、特化してるのってなかなかないかなって思うので、うんうん、そういうのを見ながらお散歩するってすごく気持ちよさそうだなって思いました。いいそうですね、こう散歩好きの方もですし、写真好きの方とかもいろいろこうなんていうんですかね、こう映えスポットみたいなところもたくさんあるので、うん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 、幅広く利用いただけたらなと思います。このように北九州おもてなしのゆっくり街道の整備を進めた思いの部分もぜひ聞かせてください。はい、そうですね、北九州市にはですね、こう豊かな自然とか美しい風景とか、そしてそれにまつわる歴史文化が多くやっぱり残っているのかなと思うんですけれども、はい、やっぱりこういった北九州市が持つ地域特有の資源とかっていうのは、うん、この資源を道をキーワードに連携融合させて、美しい景観づくりとか、活力ある地域づくり、地域の活性化とか、観光の振興へ寄与していきたいというふうな思いがあります。でもこういった歴史を継承していくためにもですね、やっぱり多くの皆さんに北九州風景街道について知っていただきたいっていうのももちろんありますし、やっぱりぜひこう若い世代の皆さんにですね、北九州風景街道についてやっぱ興味を持っていただけたら嬉しいなというふうに思います。実際に北九州おもてなしのゆっくり街道を巡っていただくことで、北九州市の魅力をいろんな面から知っていただける機会になりそうです。これまで PR の面ではどのようなことをされましたか？はい、先ほどご紹介したこうルートマップの作成もそうですし、はい、風景ガイドに関する講座とかイベント、あと看板とかプレートの設置なども様々な PR を実施してきました。はい、で昨年の10月にはですね、北九州風景街道のこう魅力発信を目的とした風景街道デイズ in 小倉というものを小倉城の天守閣前広場でですね、小倉お城祭りと同日開催をさせていただきまして、はい、多くの方にご来場いただきました。で皆さんにお配りさせていただいてるんですけど、こう北九州風景ガイドのこうロゴが入ったノベルティグッズとかもイベントとかではですね、配布をさせていただいて、大変好評をいただいております。はい、こういったものを活用してですね、若い方から、お年寄りまでですね、幅広い世代の方に知っていただけるよう日々 PR をしております。今目の前にこうマグカップとコースターがあるんですけど、こうマグカップの真ん中に日本風景街道のこうマークで北九州って書いてあるんですけど、結構これ可愛いですよね。可愛いね。そうなんだ、結構使い勝手もいいっていう風に言われて、デザインも可愛いかなと思うんですけど。そうですよね。コースターもこっちの方がちょっと青と赤と、白と白ですね。八幡公園。そうですね、八幡
第一航路を、はい、あのモチーフとしてロゴを作成しております、ね、ちゃんと1901って書いてある。可愛 いですよね。可愛 いよね。なんかどちらも素材にこだわって作られてるみたいですね。そうですね、あの、まあ、素材っていうところとやっぱり、まあ、歩いていただきたいとかウォーキングしていただきたいというところもあるので、なるべく外にも持ち歩きやすい素材とかで作成をしております。どんなデザインかはちょっと SNS や YouTube の方でこうお見せしたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、はい、そして第13回北九州風景街道フォト&アートコンテストが開催されています。はい、北九州風景街道小屋の瀬から門司港のルート沿線にある風景自然歴史文化等の地域資源をより多くの方に知っていただくためフォト&アートコンテストのようですね。はい、毎年すごい好評をいただいてるんですけれども、はいはいはい、第13回を迎える今年度は未来へつなぐ北九州風景街道をテーマに北九州風景街道ルート沿線を中心にした作品を募集しています。はい、で北九州風景街道のホームページにはですね、一応昨年度の入賞作品も掲載しております。はい、で応募方法についてですが、フォト部門は郵送ネットフォームインスタグラムでご応募いただけます。そしてアート部門なんですけれども、アート部門は絵画やスケッチ絵描き立体作品など、またデジタルグラフィック作品や動画音楽ダンスなど幅広く募集をしております。こちらも郵送ネットフォームメールでご応募いただけます。詳しくは第13回北九州風景街道フォト&アートコンテストの公式ホームページなどをご覧ください。応募の締め切りは今月1月31日までです。皆様からのご応募お待ちしております。なかなかアート部門ってないですよね。そうですね、今年から設けさせていただいたんですけど、やっぱりこうなかなか若い方に知っていただく機会がないので、ちょっとこういった幅広い方に知っていただけるようちょっとこういった部門を設けさせていただきました。なるほど。写真といえばですね、私たち北九 PR 部も、はい、もう知らず知らずと、もうあのいろんなところ行って写真を今まで撮っていたんですよ。うんうんうん、その中にはですね、北九州風景街道沿線の写真もたくさんありました。ちょっと今写真を見ていただきたいんですけれど、サラクラ山からですね、森の松並木、月がこれがあの時が橋っていう、うん、ブラキタ木の橋とも言われてるんですけど、ここがちょうど五街道の起点となった橋になっております。うん、これがちょうど、室町の時が橋を渡ったところのところになるんですけど、はいはいはい、周辺にもあのプレートが埋め込まれていますので、おーちょっとだったんだ、もう一回行かなきゃ通ってる可能性がありますね。あ、これが関門海峡の、うん、関門橋の下ですかね。うん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 、これ小倉城ですね。うんうん、その写真ね。ゆいが面白い顔してる。今感じたんですけど、やっぱ絵になるスポット多いですよね。なんか気軽に撮っててもそれなりに絵になってるっていうか、なんかいろんなスポットを巡って自分だけのこうフォトスポットを見つけて、うんうん、SNS にぜひ載せてみたりしてほしいですね。いいですよね。うんうんうん、なので北九州風景街道フォト&アートコンテストにも挑戦してみるのもいいですよね。うんうんうん、でですね、入賞者には北九州市の特産品や記念表彰パネル作品を掲載されたカレンダーなどが贈られるようです。それでは最後に北九州おもてなしのゆっくり街道について北九州市民の皆さんへと市外や県外の皆さんへそれぞれ活用方法などメッセージをいただけると嬉しいです。はい、北九州市にはですね、豊かな自然とか美しい風景とか、まあ、それにまつわる歴史とか文化が多く残されています。うん、まあ、その中でもですね、まあ、北九州風景ガイドをはじめ、まあ、普段から歩く道にもですね、やっぱ歴史が残っていますし、やっぱその道がこう歴史ある道って知るだけでいつもと違う気持ちで歩けるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ、北九州市民の皆様ですね、この機会にぜひこうルートマップを片手にこうゆっくり歩きながらこう地域の魅力を再発見してみてください。で、まあ、市外県外の皆様もですね、北九州市にお越しの際は北九州風景街道についてぜひぜひ触れてみていただければと思います。はい、ありがとうございます。
ここまでのお時間は北九州市建設局道路計画課の中上理央さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは音楽です。お送りするのはさゆりさんからのリクエスト、松任谷由実、春よ来い。北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ。トヨちゃん、リノ、ジュリカ、私エリリンでお送りしています。メッセージをご紹介します。20歳のピグモンさんから、北九州市役所の職員さんのコーナー、いろんな仕事があるんだなととても勉強になります。自分も公務員を目指しているので励みになります。 PR 部の皆さん、鶴田弥生さん、ありがとうございます。ということでピグモンさん、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってくださいね。頑張ってほしい ね、参考になっていたら嬉しいですね。ということでこちらのコーナー参りましょう。北九州市役所仕事研究コーナーです。このコーナーは北九州市役所で働く職員の方に仕事の内容ややりがいをインタビューして、これから北九州市役所の職員を目指す方の参考にしていただこうというコーナーです。本日は北九州市役所の菅原さんにお越しいただいております。菅原さん、よろしくお願いします。はい、保健福祉局保健所東部生活衛生課の菅原と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかちょっと長い名前なんですけど、ね、そうね、菅原さんはどのようなお仕事を担当されているんですか？はい、私が在籍しているところは食品衛生監視員という資格を持った職員で構成されており、はい、自己紹介にもあった通り保健所で現在働いています、はい、食品衛生監視員というところで食品関係の業務に携わっているんですけれども、はい、その中で私は、学校給食、例えば小学校ですとか、はい、保育園ですとか、まあ、その他社会福祉施設なんかの給食を作っているような施設、それと食品工場ですね、そういった工場に立ち入りをしまして、はい、衛生指導をするような部署になっております。へー、資格を持ってないとなれない職場なんですね。そうですね、実際に試験があるとかではないんですけれども、はい、認定の農学部で専門的な教科を取らないと取れないような資格になっておりますので、全員が全員受けられるような区分ではないんですよね。あー、そうなんですね。なるほど。では菅原さんはどうして北九州市役所に入ろうと思ったのですか？はい、私の場合少し特殊なパターンにはなるかもしれないんですけれども、はい、これまで北九州市にはですね、旅行で数回足を踏み入れた程度でした。はい、で、はい、もともとちょっと違う別の仕事をしていたんですけれども、はい、その時にですね、今やってる食品衛生監視員の方と仕事をする機会がありまして、はい、仕事内容にちょっと興味を持ってですね、当時の私の状況でどっか食品衛生監視員として受けられる自治体がないかなって探している状態だったんですけれども、はい、その中で見つけた候補の一つが北九州市で、実際に受験をしましてですね、こうやって縁あって就職できたところでございます。で、実際今北九州市に1年半ですかね、2年目なんですけれども、はい、まあ、都会の綺麗な街並みですとか、はい、でも自然のあるような調和した街並みにですね、触れてですね、あと人も非常に良くてですね、まあ、住みながらますます北九州市のことが大好きになっているような状態になります。なんか嬉しいね。いや、本当ご縁あってのお仕事ですね。うん、そうです、本当に入れてもらえたので、もう縁しか感じないですね。はい、では市役所に入ってみて気づいたことや感じたことなどは何かありますか？そうですね、大きく分けて2つあるかなと思います。はい、1つ目は市役所の業務ということで、当然ながらですね、市民との方とのですね、距離が近いなと思いました。やっぱり毎日の業務の中でですね、市民の方と対話したり接する機会っていうのは非常に多くありますし、はい、その分ですね、こういうふうにコミュニケーションを取ったらいいとか、対応の仕方とかも丁寧に気を使う場面は非常に多いかなと思います。そして2つ目がですね、仕事の幅が非常に広いなと思っておりました。もともと入る前ですね、多分こんな仕事をするんだろうなって予想はしてたんですけれども、はい、実際に配属されてですね、仕事を覚えていくうちに、あ、こういう分野も
保健所の方で賄っているのかと驚くことばかりでですね、今も驚きの連続で仕事を新しく覚えている状態です、はい、市民の方々のですね目に触れないような仕事なんかもあるかとは思うんですけれども、はい、そういったものもですね陰ながら市民の役に立っているんだなっていう実感もありますしですね、そういった業務を通じてですね仕事のモチベーションにもなっているかなと思っております。菅原さん、職員の自主的な勉強会の取り組みもされているとお伺いしたんですけれども。はい、その通りです。今ですね、自治体ホームネットワーク研修っていう勉強会、自主学習勉強会の今、うん、取りまとめをやっております。何をやるかっていうと、主に法律の解釈とか読み取り方を学ぶところなんです。なんで法律かというとですね、市役所の仕事っていうのは結構法律に基づいて行われている仕事っていうのが非常に多くあってですね、そのためには法律を正しく読むとかちゃんと解釈するっていう力が必要になっています。この研究会ですね、他自治体の職員なんかも巻き込んでですね月1回集まって勉強しているので、ね、刺激を受けながらですね学ぶいい勉強会になっております。北九州市だけじゃないってことですね。あ、そうなんですね。隣の市とかですね、自治体さんも何人か勉強している状態です。いいですね。こう周りの、ね、市も一緒に切磋琢磨しながらっていうのがすごくいいと思います、うんうんうん、はい、非常に刺激になります、はい、菅原さんが思う市役所で働く魅力ややりがいは何かありますでしょうか。はい、いろいろとやりがいを感じる場面は多いんですけれども、はい、やっぱりですね、食品衛生監視員といって専門職ですので、うん、専門的な知識を非常に必要とするような部署だと思っております、うん、でそういった知識をですね、勉強した知識とかこれまでの経験を生かして市民の方の困ったことに対応できた時とか感謝の言葉をいただいた時はですね、やっぱりやってよかったなと、もっと頑張ろうかなって思うことが非常に多いですね。それでは最後に、これから北九州市役所の職員になることを目指している方や検討している方にメッセージをお願いします。はい、先ほども少し触れたんですけれども、市役所の仕事というのは非常に多岐にわたりますけれども、その一つ一つがですね非常に重要だと感じておりますし、やりがいを感じることも多いです、はい、時には難しい仕事を行うこともありますが、優しい先輩方とか同僚の方、そして上司の方々のですねサポートも受けながらですね、真剣に向き合って無事にやり遂げた時のですね達成感も非常に大きいものがあります。本日のですねラジオを聞いてですね、少しでも北九州市の仕事に興味を持ってくれた方、市役所で働きたいなと思ってくれた方がですね増えたら私も嬉しく思います。北九州市職員としてですね働きたいという志を持った方とかですね、興味を持っておられる方とですね縁あって一緒に働けることが来る日をですね楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。北九州市役所が主催する説明会、北九州市役所仕事研究セミナーは2月14日水曜日に西日本総合展示場で開催されます。オンラインでも2月16日金曜日に開催します。詳しくは北九州市職員募集ホームページをチェックしてみてください。北九州市役所仕事研究コーナー第6回のゲストは保健福祉局保健所東部生活衛生課広域食品指導係菅原健生さんでした。菅原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございまし ました。はい、インタビューをお届けしました。2月にセミナーが開催されるということでしたね。そうですね、2月14日水曜日に西日本総合展示場で北九州市役所仕事研究セミナーが開催されます。オンラインでは2月16日金曜日の開催です。北九州市のお仕事に興味を持っている皆さんはぜひご参加ください。それから北九 PR 部は就職して勤務地の関係で北九州から離れているメンバーもいますが、年末年始に北九州に帰省した肉声のマナミンがスタジオに来てくれていました。おお、そこに偶然いたゼンさんと僕トヨちゃんで話を聞くことができたので、そちらもお届けします。マナミン、お久しぶりです。お久しぶりです。なんか久々だね、この感じ。いやもう久々すぎてちょっと涙出てきそう、うん、いいよ、泣いて泣いて泣いて、いや嬉しいなと思っていや本当に、うん、そうだね、久々だなって思いながら、いいですね、はい、どうですか北九州から出てみて。やっぱり北九州が好きで出たからこそ、いや早く帰りたいみたいな。そうよね、まあ、その PR 部やっとる時点で北九州ラブだからね。ラブだから、うん、やっぱりここにいたからこそ気づけなかったことを東京にいてなんか肌身感じたっていうのも、ちょっとなんかこの間もあの
はいはいはい、あれですね、移住すべき町ベスト10の1位を取ったというところ。あ、そうね、おめでたいですね。はい、おめでたいでございますよいやそれ見て、いや本当にそうだなってやっぱり北九州いいなっていう、より出てね、北九州から出てみてより一層ラブが深まると。いや、ラブが深まりましたね。やっぱりこう、うん、みんなの北ナビのメンバーがこう活動してる姿とかストーリーで見てはいいなみたいな、うん、戻りたいなみたいないや、いいですよ、ね、うず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 やっぱ北九州って食の面で良かったりするとこってある？あ、それ気になるわ。いや、もう 100% いいですよね断言いや本当にこっち戻って思ったのは、昨日食べたものとかでも同じ金額なのに量がまず違うっていう。あ、まあ、そこから、そこから物価の安さとかは本当にあるなと思っていて、プラスやっぱりその店員さんとの距離が近い、その温かさも北九州ダントツですよねですね、やっぱり落ち着くなって戻ってきて思うし、うんうんうん、東京にもやっぱ北九州東京事務所とかっていうね、うん、あります、拠点っていうのがやっぱ東京にもあるから、うんうん、ね、マナミにはね、やっぱこれからも PR 部として北九州 PR してもらいたいね。いや本当にそれはしていきます。お、はい、お言ってもらった、頑張ります。やっぱり東京広いから、広いって、まあ、狭いけどなんか人口密度多いからこそ、うん、情報も埋もれちゃうし、なんかこうやっぱり北九州の良さっていうのを東京に行ってからも感じたからこそ、なんかもっとそういうのを東京の人から広めていったりとか、うんうんうん、あと結構北九州から東京に上京してる人たちも多いので、うん、なんかそういう人たちと一緒にまた北九州を盛り上げていけるようなことはしていきたいなと。いい、ね、北九州の外から北九州を盛り上げる、本当にひそひそ考えてますね。いや、皆さんぜひご期待ください。まなみん、ありがとう。ありがとうございましたあー、やば、まなみん久しぶり、めっちゃ久しぶりでした ね、元気そうでよかった、やっぱね、北九州から離れてるからこその北九州の魅力っていうのね、なんか生の声が聞けて、ね、あ、そうなんだって思いましたね、番組に届いているメッセージをいくつかご紹介します。はい、まずお名前ありませんが、初めてラジオを聞いています。皆さんの掛け合いが面白いです、とのことです。嬉しい、ありがとうございます。年末年始でね、初めて聞いていただいた方もね、たくさんいらっしゃると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。小賀市のケーシースカイウォーカーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。北ナビメンバーの皆さん、弥生部長おはようございます。実は福岡市の知人のお子さんが北九州の大学に合格を、4月から一人暮らしです。おお、即アパート探していい物件が見つかったそうです。いいですね、ですね、うん、一方で特にお父さんがめっちゃ寂しがっていましたので、番組を教えたところ大変喜んでくれました。知人のために役立てそうでよかったです。今年もよろしくお願いします、とのことでした。 ありがとうございます。いやね、私もちょっと就職で、物件を探さなきゃいけないので、新しく、いやちょっといいな、どう、いや全然まず探してなくて卒論に追われててそれが終わったらアパートとか、なんか探そうかなって思ってるんですけど、いや良かったですね、アパート見つかって。そうだね、他にも南太ちゃん、カリスマ親父さん、カズさん、カズさん北九州マラソン頑張りましょうね。それから競馬ポマードさん、千葉県の吉弘さん、他メッセージを送ってくれる皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さて、今日の北ナビはいかがだったでしょうか。この番組は YouTube でも聞いてもらえます。放送を聞き逃したり、もう一回聞きたいという皆さんも、毎回の放送を聞いてもらえれば北九州2になってもらえると思います。来週は漫画で文化交流、北九州国際漫画祭をテーマにお届けします。へー、お楽しみに。北九 PR 部の北ナビ、トヨちゃん、リノ、シュリカ、私エリリンでお送りしました。それでは皆さん、また来週。